こんにちは、今日はですね、無線じゃなくてオーディオじゃなくて魚釣り関係です。お魚のね、映像も少し上げたりしてますが、実は無線が好きな人はですね、魚釣りが好きな人も多いんです。で、私もですね、魚釣りが好きな仲間結構多いんですけど、意外とですね、この、テグスラインの結び方というのがですね、結構みんな適当にやっているっていうのがあるんですけども、今日はユニノットという結び方を説明したいと思います。例えば、ルアーにラインを結ぶとかですね、サルカンにテグスを結ぶとかね、そういう時に、使う魚釣りに、最もよく使われる有名な結び方の一つです。ここにねラインがあるんですけども、これがまあサルカンの輪っかだとしましょう。ここがで、ここに向けてこの図で言うと、ラインをここに通して折り返す、折り返して輪っかを作る。で、この2本の最初のこういって折り返したこの2本のラインに1回2回3回巻きつけてコブを作る。で、コブをピッと持ってってこのラインをキュッと引っ張るとユニノットが完成して、このサルカンのこことラインがきれいに結束できるというのを、釣り用のね、テグスでは細くて見づらいので、少し太いロープといいますか、細いロープを用意いたしました。で、これが、まあ、サルカンのこの輪っかだと仮定します。そうしますと、この図で言うとこうですよね。こういうふうにこういってこう来るから、こういってこう来ました。で、これで輪っかを作る。で、3回回す。1回2回3回で、このまあやり方いろいろあるんですけど、このコブ、3つのコブをキューッとこっちへ引っ張っていくとこんな感じで締まります。で、今度はこのメインの、ラインをキューッと引っ張ると、これでこっちに寄ってきて、これで両側をキュッキュッと締める。これで完成です。簡単なんですけど、で、このユニノットの、縛り方の特徴なんですけども、これ引っ張れば引っ張るほど締まるんですね。ですから、もし魚釣りをやっていたとして、例えばここにね、大きな魚がこっちに引っ張ったとして、引っ張れば引っ張るほど締まるので、大きな力がこっちにかかったとして、引っ張られたとして、ほどけてしまうという可能性は、非常に低い、ほとんどないですね。というよりも、例えばね、根がかりしてしまった、うっと引っ張った時に、ここの結び目がほどけるということは、ほとんど考えにくいと思います。それよりも、魚釣りの場合だったら、ぐっと引っ張って、根がかりでね、どうしようもなくなったら、ラインが切れてしまう。そのぐらい、この結び目とラインの強さで言ったら、結び目がほどけてしまうことはないですね、というふうに思います。ユニノットということで、魚釣りで非常に、基本的によく使われる、ラインの結び方、ユニノットという結び方を説明させていただきました。